どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの SPG アメックスですね、こちらのアメックスオファーということで、マリオットモンモにね、利用するとボーナスポイントがね、もらえるオファーが来ておりますので、こちらの解説ですね、やっていきたいと思います。ということで皆さんね、登録されましたかね。こちらね、登録方法も後でね、解説させていただくわけなんですけども、SPG アメックスのですね、アメックスオファーにですね、マリオットボンボイホテルをね、利用するとオファーがね、来ておりまして、こちらね、先着15万名様っていう風になっておりますんで、この動画ね、見られた方はですね、とりあえず動画一回閉じていただいてですね、アメリカンエクスペルスのアプリね、開いていただいて、オファーの登録だけですね、先ね、やっていただければなと思います。ということで、早速ね、内容入っていきたいなというふうに思うわけなんですけども、今回はね、この SPG アメックスのオファーのね、マリオットボンボホテル利用でボーナスポイントがもらえるオファーなんですけども、期間はですね、2021年の6月の24日から8月の31日までっていうふうになっておりまして、エントリーは必須というふうになりまして、先ほどね、オファーの方でね、登録してくださいっていうふうに言いましたけども、カードのね、登録が必要っていった形になります。で、特典なんですけども、5万円の利用で5000ポイント、上限ね、1万ポイントまで獲得できるオファーっていった形になります。1万ポイントがね、上限という風になりますんで、合計ね、10万円以上ね、利用していただくと、1万ポイントがね、通常ポイントは別にね、もらえるオファーっていった形になります。でですね、対象ホテルなんですけども、国内ホテルのみね、対象という風になっておりまして、またね、一部対象ホテルもね、ありますので、こちらについてはですね、後でね、解説させていただきます。でですね、こちらのキャンペーンなんですけども、キャンペーンのね、詳細の規約みたいなところをね、読んでいくと、フロントでね、生産すると、キャンペーン対象という形になりますんで、またですね、今回のこのオファーはですね、宿泊料金はね、もちろん対象にもなるわけなんですけども、レストランとかですね、その他スパとかそういった利用料金もですね、フロント生産していただければですね、対象といった形になります。またですね、このオファーは本会員のみね、対象のオファーっていう風になっておりますので、少ないとは思うんですけども、SPG アメックスのね、家族カードとかね、保有されている方がですね、対象外っていう風になります。またですね、このオファーはですね、SPG アメックスはですね、スマートフォンに登録すると、クイックペイでね、支払うこともできるわけなんですけども、こちらの支払い方法はですね、対象外っていう風になりますんで、まあ、ホテルでね、クイックペイ使うってことは、ほとんどね、ないかなっていう風に思うわけなんですけども、このオファーはですね、クレジットカード決済がね、対象っていった形になりますんで、この点もね、覚えておいてください。まあ、今回ですね、SPG アメックスのマリオットボンボイホテルの利用でボーナスポイントがね、もらえるオファーということで、まあ、キャッシュバックではね、ないわけなんですけども、通常ポイントとは別にですね、ボーナスポイントがもらえるっていう風になりますんで、かなりお得なね、オファーではないのかなっていう風に思ってるんですよね。でですね、このオファーはですね、合計5万円以上ね、利用していただくと5000ポイントっていう形になるわけなんですけども、この5万円っていうね、利用料金ですね、こちらは一度に5万円利用していただいても OK ですし、合計ね5万円以上ね利用していただいてもこの5000ポイントねもらえるっていう風になりますので、一度にですね5万円以上のね決済が必要っていうわけではありませんので、もしねこの期間中にマリオットボンボイホテルね2回滞在して1回の滞在費が2万5000円で合計5万円みたいなね、そういった形で利用していただいてもこのオファーね対象になるっていう風になりますんで、この点はね覚えておいてください。それでは次に、このオファーのね、見方なんですけども、今ね、SPG アメックスね、新規入会キャンペーンパワーアップしてやっておりまして、まだ入会されてね、間もない方もいらっしゃるかなというふうに思いますので、ちょっとね、オファーの見方ね、解説させていただきます。まずですね、アメリカンエクスペレスのスマートフォンアプリをね、開いていただきます。そうするとですね、下の方にオファーっていうね、ところがあると思うんですけども、そこをね、クリックしていただきます。そうするとですね、こういったね、オファー画面がね、表示されていると思いますんで、ここからですね、登録ね、していただければなと思います。それでは次に、このオファーのね、対象ホテルについてなんですけども、こちらもね、対象ホテル概要欄に載せておきますので、利用される方はですね、ぜひね、チェックしていただきたいなっていうふうに思うんですけども、ほとんどのね、マリオットボンボイホテルはね、対象っていった形になるわけなんですけども、一部ね、対象外のホテルもね、あるっていった形になるんですよね。まあ、これはあくまで私が調べた時に、なかったホテルということで、今後ね、追加されるかもしれませんので、この点をね、覚えておいていただきたいなっていうふうに
うに思うわけなんですけども、私が調べた感じだとメズム東京、ウェスティンルスツホテル、フェアフィールド和歌山すさみ、ヒロリチャプター京都、アロフト大阪道島、モクシー京都2条ということで、こちらのホテルはですね、私が確認した時にはですね、記載がないっていった形になりますんで、もしねこのホテルでこのオファーね利用されようって思ってる方はですね、ちょっとね予約する前にホテルの名前ね追加されていないかですね、ぜひねチェックしていただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、速報ということで SPG アメックスのねオファーについて解説ねさせていただいたわけなんですけども、 SPG アメックスですね、マリオットボンボイの利用でボーナスポイントがもらえるということで、いやかなりねありがたいオファーですよね。やはりね最近発行された方もね結構多いかなというふうに思いますので、まあ、このオファーね利用していただいてお得にね宿泊されてもねいいと思いますし、またねプラチナチャレンジね狙っている方はですね、このオファーはですね合計10万円で1万ポイントね獲得することができるっていった形になりますんで、やはりねマリオットのプラチナチャレンジっていうのは、まあ、10万円ぐらいはねかかるかなっていうふうに思いますので、ぜひね利用してみていただければなと思います。今回の動画はねちょっと短くなってしまったんですけども、こんな感じでね終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私プロツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。